もうずっと最初から本気も涙目でお互いごめんなって、そういうつもりじゃなかったんだって、実はそういう裏話があります。やっぱりそのより強く結婚っていうものを意識するようになって、やっぱりこう女性と話してても、僕とその女性の間の明日の向こうというか、その未来を考えるようにすごくなりました。萌子さんからその沖縄のデートの時に、やっぱり Be yourself っていうのをずっと言ってくださってて、やっぱり自分は自分らしくいることが一番こう自分の魅力を最大限に活かせるというか、それも伝えられるんじゃないかなっていうのを改めて再認識させてもらいました。台湾でのデートで、やっぱり半貫沢さん、あの場面で返そうと思えば返せた、でもここはあえてローズ君と時間を過ごしたいっていう、その萌子さんの意思表示がすごく僕に伝わって、より一層100倍何百倍でもこの気持ちを萌子さんに伝えようって本気で思った瞬間でしたね。僕と高校が実は17人の中で一番仲良くて、本編を通してちょっとねいざこざだったりとか、ちょっと僕も言い過ぎた部分もあったりとか、自分の気持ちが伝わってなかったりとかした部分もあったんですけれども、実はあの後高校と部屋が一緒だったんですね。だから高校が帰ってきて、もう涙目でお互いごめんなって、そういうつもりじゃなかったんだって、実はそういう裏話があります。もう一番最初ですね、一番最初に萌子さんと会って歌を歌わせていただいたんですけど、その時にやっぱりこう自分の表現の一つで相手に触れるっていう表現があるんですけど、それで萌子さんのこう頬を触ろうと思った時に、萌子さんがすごいバッて引いちゃって、やばいやりすぎた僕っていう、すごい焦ったというかドキドキしたんですけど、でもちゃんとその後ごめんなさい、あれは僕の表現の一つで、もし気に触ったならごめんなさいっていう、ちゃんと謝る機会はいただいたのでよかったんですけど、あれはもう本当にミスったと思いましたね。もう冷や汗がブワーってその時出ました。正直言って一番最初以外は全部かなと思いたいですね。結構萌子さんとは旅の途中結構話させていただく機会も結構たくさんいただいてたので、ずっと心は通ってるなっていうふうにはずっと思ってました。なのでむしろ一番最後自分が呼ばれなくて、僕呼ばれないんだみたいな、どういう気持ちになったらいいんだろうかっていう、すごくもうその時はもう暗闇の中でしたね。やっぱり最後の一言っていうか、その空に上がる花火を見て鼓動を重ねたっていう歌詞があるんですけど、本当にまさにもうその歌詞のままというか、あの時ってお互いいろんな感情、いろんな思いが本当に頭の中、心の中で巡ってたので、言葉って本当に少なかったんですよ。でも花火を見て心だけはつながってた、鼓動だけはつながってた、合ってたっていうのは、すごくそこをこう歌詞に込めて、あの歌に、あの一フレーズに込めました。やっぱり一番最後の地元デートが僕にとってはすごく印象的だったなっていうふうに思います。実は初めて女性を自分の地元に連れ帰ってご両親に紹介したっていうのもありますし、初めて女性のために歌を作って届けたっていうのもあるの で、その歌を聴いて涙を流してくれた萌子さんの姿っていうのはもう一生忘れないし、僕にとっても一番印象的でした。